はい、まあ皆さん、今日はお待ちかね、水曜邦画劇場特別企画部屋と。おい、失礼よ、ジョン。お前のガッツを見せてみろよ。吉田君、そんなに叩くとかえって壊れてしまうぞ。このテレビのジョンは叩くと頑張るんですよ。そんな昔のテレビじゃないんじゃから、直さないとダメじゃよ。ああ、もう最悪だ。そんなに言うなら、わしが直すかね。相当直せるんですか？直せるかどうかはわからんが、機械には強い方だと思っておる。じゃあ相当直してくださいよ。すぐに直してくださいよ。わかったわかった。しかし、直るかどうかはわからんぞ。外何やってんですか。だから治るかどうかわからんと言ったではないか。だからってこんなに粉々にすることないじゃないですか。なんじゃに吉田君、その言い方は。結果はどうあれ、その努力と行為に対して少しは敬意を表したらどうなんじゃね。ああ、ありがとうございました。吉田君、その言い草は。また泣くんすか。泣けば許してもらえると思ったら大間違いですからね。ああ、それよりあれじゃ、君そんなテレビを見ている場合なのかね。何ですか、八つ当たりして。そうではない、先月言っておいた最終兵器の開発はどうなってるんじゃね。ああ、やっておきましたよ。本当かね。はい、これです。これはどっからどう見ても使用済みの割り箸のようじゃが。正解です。使用済みの割り箸です。わしは最終兵器を開発しろと言って多額の製作費を計上したんじゃ。それがこんな割り箸一本かね。確かに事情を知らなければただの割り箸にしか見えないかもしれません。しかしこれは幸運の割り箸なんです。何？幸運の割り箸？まずオーストラリアを征服してしばらくコアラを眺めてから南米大陸を征服、タンゴを覚えてる隙に横っ飛びでアジア大陸を征服。ああ、世界征服の計画は簡単だけど、いざ実行に移すと僕らはいつもついていない。これはきっと相当に悪霊が取り付いているのか、とことん運がないのか。あ、幸運のペンダントだと。もしもし、うさんくさ障子ですか。なんだよ。この幸運を呼ぶペンダントを身につけると本当に万馬券を当たるし、札束風呂に入れるし、3日で8人も彼女ができたり、政権交代もできるんですか。ああ、本当だよ。マジっすか、マジっすか。これいくらですか、これいくらですか。100万円。100万円。無理。実は総統から10万円を預かっているのですが、さっきジュースを買ってしまったんで99,880円しか残っていないんです。ああ、そうだ、今キャンペーン中で99,880円だった。マジっすか。今の僕の所持金とちょうど一緒じゃないですか。このペンダントものすごいパワーを秘めてるから、最適な陰謀組織からも狙われてて横取りされるかもしれないから、すぐに振り込んでね。そこで。わかりましたとも。じゃあこの足ですぐに振り込みに行きます。なんてこった、早速宇宙ペンダントの幸運パワーで100万円のペンダントが90万120円もディスカウントされたぜ。それから1週間後、待てど暮らせどペンダントは送られてきませんでした。胸騒ぎを覚えた僕はそのうさんくさ障子を訪ねたのですが、しかしそこにはうさんくさ障子はなかったんです。やっぱりな、俺ってどうかしてたぜ。これは国際的陰謀組織に消されてしまったんだ。本当かね。しかし陰謀組織は証拠隠滅のために僕の命を狙っているかもしれないと思い、僕はすぐに助走して近くのシャンソン酒場へ助けを求めたのです。かわいそうに、そんなに震えて。何にもないんだけど、魚の煮汁だけでも飲むかい。いただきますわ。それと大変ずうずうしいお願いなのですが、しばらくここで雇っていただけませんでしょうか。そうしてやりたいのは山々なんだけど、ご覧の通り自分の食べる分を稼ぐので精一杯なんだよ。何でもやります。皿洗いから雑巾がけ、歌も歌えますし踊りもやります。これでも武田鉄矢とガクトは得意ですの。まあ本当かい。だったらお願いしようかしら。そんなところを引っ張っちゃダメだ。そんなところを引っ張っちゃダメだ。ゾフィーの歌声にはすっかり励まされるよ。ああ、シャンソン界の西のカドバン大関と言われるだけあるな。ゾフィーの歌声を私たちに使わせてくださった神様に感謝よ。まったくだ。ほら、ジャン・クロード、あなたも乾杯するのよ。僕はいいですよ。窒素酸化物の数値が上昇している？あ、なんだゾフィーか。違うよ、僕がいつも窒素酸化物の数値を気にしていると思ったら大間違いさ。それよりお店はいいのかい？ええ、大丈夫よ。それより今夜冷えるわ。中に入ったら？いや、僕は戻らない。実は君にお別れを言いに来たんだ。ええ？僕はレジスタンスに志願する。バカな真似はやめて、ジャンクロード。まだあなた子供じゃないの。子供なもんか。僕はもう18歳だ。銃だって撃てるし、狼のように戦う勇気だってある。でも勝ち目のない戦いに自ら追い立てるのは勇気とは言わず、篠沢教授に全部って言うのよ。ゾフィー、いいかい。祖国を守るのは今、僕ら民衆の力だけが頼りなんだ。やめてじゃん。あなたがどうかなったら私はもっとどうかなるわ。ええ、きっと冬なのに白い靴下とか、もうそんな感じよ。大丈夫、きっと生きて帰ってくるさ。そうだ、さあ、これは幸運の割り箸だ。君が片方を持っていてくれ。わかったわ、私待ってるから。
さよならゾフィー。しかしその誓いは虚しく、ナチスのフランス統治は激しさを増すばかり。ゴミの出し方一つでも、燃えるゴミ、燃えないゴミ、プラに資源ゴミ、瓶に缶、ペットボトルはラベルを剥がして洗って出すように命令され、使っていない家電製品のコンセントはまめに抜けとまで要求してきたのです。とても息苦しくて生きていけないと判断した僕は、割り箸一つで新たなる新天地を求めて脱出したのですが、そこでまた難問が降りかかりました。一休さん。あ、シエモンさん、どうしたんですか？顎がケツみたいですよ。やだな、一休さん。俺は前からじゃないですか。それより将軍様がお呼びですよ。え、将軍が？おお、一休か。あ、将軍様、どうしたんですか、その眉毛は。いつもこうじゃろ。それよりこの考察を読むといい。はい、なになに？独身男性のオークション？そっちじゃない。あ、こっちですか。この橋を通って川を渡るでかなず。そうじゃ。しかし一休、わしはお前に川の向こうに行ってもらいたい。どうじゃ、できるか？ひらめきました。おお、そうか。ではどうやってみるんじゃ。橋は橋でも割り箸を渡ればいいんですよ。うわー、割り箸じゃ無理だった。お前何がしたいんじゃ。というわけで僕はその後、割り箸にしがみついたまま海まで流され、そこで神奈川県沖を荒らし回る海賊パイレーツオブ相模湾によって拾われ、海賊版 DVD の製造などをやらされてました。なんて数奇な運命なんじゃ。毎日毎日いろんな作品の海賊版を見ているうちに、自分でも何か物語を書きたくなった僕は、割り箸田須賀子というペンネームでテレビのシナリオを書き始め、一躍人気作家の仲間入りを果たしたのです。ですからこんなシナリオを書けませんわ。しかしですな、割り箸田さん、今はやはり漫画の原作か続編じゃないとダメなんですよ。私はろくな芝居もできないひよっこを集めた学芸会のシナリオなんてまっぴりごめんです。まっぴらじゃないんですか。テレビ局の編成局長と大喧嘩した僕は、割り箸だけで世界を徘徊し、さまざまな人と出会いました。しかし僕にはやっぱり歌が必要と分かり、再びマリーの店を訪ねたのです。まあ、ゾフィー帰ってきたんだね。ごめんなさいマリー。ゾフィー。まあ、ジャンクロード、どうしたの、すっかりやつれて。君こそ今までどこに。ええ、話すと本気で長くなるわ。それならいい。それよりゾフィー、君に頼みがあるんだ。ええ、お金くれとか一発殴らせろとか以外なら大抵頼まれてよ。いいかい、今夜ナチスの将校クラブでパーティーがある。君にそこで歌を歌ってほしいんだ。冗談じゃないわ。それなら島根に死ぬまで住めと言われた方がマシよ。ゾフィー、僕らレジスタンスの重要な作戦なんだ。君の歌声に聞き惚れてる連中はすっかり油断している。そこに全身蜂蜜を塗りたくった僕ら決死隊が幹部たちに抱きつくという寸法なんだよ。確かに蜂蜜男に抱きつかれるのはうんざりだけど、実はそれほど損害を与えていないわ。そうじゃないんだゾフィー、人生なんてそれほど価値はないんだよ。ああ、そうね。確かにドンキホーテでワゴンセールされているのを見たことあるわ。そう、ワゴンセールさ。いずれにしても僕らはひどい時代に生まれてきたってことさ。時代が悪いんじゃない、悪いのはウェットティッシュがちゃんと一枚ずつ切れないことよ。ゾフィー、だったら僕らのために歌ってくれ。僕が臆病にならないように。わかったわ。 MP3 ママポチが3匹になったよ。 MP3 ママパパが 3D に見えるよ。素晴らしい歌声だ。よし、完全に油断しきっている。今だ。おお、何？あ、危ない、ジャンクロード。なんでこの男、全身蜂蜜だらけじゃないか。ジャンクロード、大丈夫ですか。大丈夫なわけないだろう。見ろ、蜂蜜まみれだ。もう嫌だ、こんなところ撤退だ。ジャン、しっかりして。ナチスはあなたに負けて出て行ったわ。ゾフィー、歌っておくれ。最後に君の歌声を聞きたい。僕のためだけに歌っておくれ。あなたのために歌うことがこんなにも辛いことだなんて。そんなところを引っ張っちゃダメだ。愛してたよ、ジャンクロード。なんて悲しい物語を秘めた割り箸なんじゃ。確かに総統が1ヶ月前に望んだ最終兵器とは似ても似つかないものになってしまいましたが、どんな最終兵器よりも思いがこもった割り箸なんです。わかった、この割り箸をなんとか世界征服に役立てようじゃないか。またお前たち悪だくみだな。その声は。そうだ、デラックスファイターだ。デラックスファイター。俺いつも間の悪い時に現れおって。しかしな、わしらにはこの最終兵器があるんじゃ。なんだよその汚い割り箸は。汚い言うな。もう、吉田君、ジャンの幸運の割り箸が意外に効いたぞ。すごいです、ただの割り箸。デラックスボンバー。